78g 重さ当てゲーム、7500円相当の蒸し椎茸が、これはなかなか難しいです真剣に行き過ぎた今。ファイナルアンサーお願いします。はい、いきます。皆さんこんにちは、宮平チャンネルメインキャラクターつめます、ゾロです。お願いします。新宿にやってまいりました。新宿はですね、こちら新宿コンネですね、コンネさんにやってまいりました。ということで何があるかというとこなんですけど、はい、宮崎県産干し椎茸市ということで、はい、っていうのがですね今開催されているということでやってきたんですけど、はい、早速中に行ってですね、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。ぜひご覧ください。行ってみましょう。はい、ということで店内に入ってまいりましたけど、ここね宮崎の商品いっぱいあるんで、ちょっとぐるっと回ってみますか。はい、行きましょう。行きましょう。はい、宮崎で見たことあるような商品がいっぱいあるんですけど、場所がすごいよね。すごい、新宿ですよ。ここ新宿ですよ。新宿だよって、うん、新宿すごいよねって言いながら、新宿のどこがっていう話やん。あ、まあまあ、うん、栄えてる感じがすごいやん。じゃあ新宿の南口出てすぐだからすごいよねっていう話やん。あ、そういうことね。うわ、ん、すごい細かい。こっち行きますか。これ冷凍系ですね。これは来ました、餃子です。宮崎市購入頻度支出金額日本一で、名だたる有名な餃子が置いてありますけど、これぴったりですね今の提案。きのこ餃子もあります。うわ、これぜひとも買ってほしい。これ手牛目ねんけ、トムラのしゃぶしゃぶのタレ。あ、俺ポン酢派。あ、じゃあダメだもん、うん、じゃあダメだ。これめっちゃ美味しいんですよ。マキシマムとか、あ、これでいいですね。極上スパイス喜び、酒井さん推しの極上スパイス喜びでございます。トムラの特選タレ。焼肉はもうトムラだでしょ。焼肉はトムラよ。やっぱ宮崎住んでる以上はトムラですよ。これ大事、高千穂のめんつゆ。あ、これもうこれ一択やろ。めんつゆってもうこれ一強だね。一強、最強これ。もうちょっとあっち行きますか。じゃあ、あ、冷や汁もありますよ。冷や汁ってやっぱ家庭によってちょっと違うんかな。違いますね。じゃあ冷や汁のちょっとエゴね、うん、冷や汁はご飯も冷たい方が好き。俺あったかい方。あ、うん、長くなれ長くなれ。じゃ、きゅうりは薄切り。うん、おう、大葉は必須。おう、おう、みょうがも。みょうがは必須。うん、でもご飯は冷たい方がいい。俺はあったかい。ああ、うん、ぬるくなるやん全体。いや、それがいいやん。ああ、長くなれよ。これこれ商品名はお魚。これマジでうまいよ。これ手芸めっちゃかよ。これデスクの上にあったらマジで助かる。たまにあるね。あるあるある、これマジである。MRT ミックの中にあるたまちゃんショップの中にあるんですよ。宮崎マンゴーラングドシャよ。新宿にあるコンネさんの人気商品なんですけど、はい、これプレカシ。これね、いろんな味があって、これ多分プレーンで、シナモン、ココア、落花生味のフクレで、抹茶。これが東京でここでしか買えない商品ということで、はあ、一番人気らしいです。だからお土産とかでもちょうど良さそうですね。これぜひ買ってください。これ次こちら、みんな大好きチーズまんじゅう。外はサク、中はしっとりのチーズまんじゅうがあるというね、はい、そう、宮崎から県外に行く時の手土産とかにもすごい喜ばれる商品なんですよね。でもこれ買ったら飛行機とかで食べきっちゃいそうだ、うん、いいこと言うね。そういう時はもう一個買っちゃうんですよ。お酒があっての、はい、こちら意外とびっくりするかもしれないと思うんですけど、お茶。お茶、お茶がすごい人気らしい。あ、俺これ好きやったわ、バイオ茶。これ五花瀬だ。これ高千穂ね、すごいなんか自然豊かなところでね、育った茶葉がいっぱい取り揃えられてると。はい、ということで宮崎県山村木材振興課の佐藤さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、この椎茸フェアっていうのは何なんですか？椎茸フェアはですね、はい、10月が一番キノコが最も取り扱われるっていうことで、はい、その間10月15日がキノコの日っていうふうに制定されてるんですけども、はい、そこで、まあ、干し椎茸フェアを10月13日から10月15日の間で開いてます。この椎茸フェアっていうのは毎年やられてるイベントではあるんですか？毎年行っております。そうなんですね。宮崎県産干し椎茸の特徴っていうのは何かあったりするんですか？特徴はですね、干し椎茸の生産量全国で第2位となっております。はい、すごいですね、はい、めちゃくちゃ気になったんですけど、この 78g 重さ当てゲームで、ここにかっこナバって書いてあるんですけど、はい、このナバってこれどういう意味があるんですか？宮崎では椎茸のことを昔からですね、ナバって、はいはい、呼んでおりまして、 78g、はい、ということで設定させていただいてます。へえ、そうなんですね。重さを当てたら何か景品がもらえると、はい、もらえます。 78g ぴったり当てていただければ、はい、こちらのぴ
タリ賞がもらえます。横に値段出ちゃってるんですけど、7500円相当の干し椎茸が、はい、こちらナバではないんですけども、はい7560です。そうですね、これじゃあ今回僕挑戦してみてもいいってことですか。ぜひ早速なんですけど、ナバグラム重さ当てゲームやっていきたいと思います。佐藤さんにちょっとねデモンストレーション的な感じでいいですか。はい、お願いします。結構得意ですか。これはなかなか難しい。これぐらいでいきます。こちらでいいか、ファイナルアンサーということでめくってみます。お願いします。はい、いきます。99です。佐藤さん、あの 20g オーバー、はい、これじゃもう何ももらえないと。何ももらえないと思うんですけども、はい、実は参加賞があってですね、はい、干し椎茸が1つもらえるんですね。もらえます、はい、あ、そうなんだ。もういくら干そうが椎茸はもらえるよと。もらえます。じゃあちょっと僕じゃあこれをじゃあ、はい、当てに行きます。早速ナバグラム当てていきます。はいはいはい。しゃべれ真剣に、ごめん真剣に行き過ぎた今。しゃべれ、あ、すいません。ですね、僕はこれでいきます。ファイナルアンサーで。ファイナルアンサーいきます。はい、お願いします。75です。惜しい惜しいっていうことで、はい、ニアピン賞です。はい、うわ一番ちょっと中途半端だどっちかだろう。ニアピン賞でこちらがいただきます。はいはい、ありがとうございます。椎茸のパテいただきました。はい、椎茸フェアということで試食をさせていただくということで、はい、今回自分が食べさせてもらうのは何ですか。今回は干し椎茸のバター焼きになります。ありがとうございます。でさっき見てたんですけど、バターも高千穂のバターを使ってて、はい、すごい贅沢だなと思って。いただきます。お願いします。いい、うまそうだな。いただきます。めちゃくちゃ分厚いですね。食べ応え半端ないです。え、これってまず干し椎茸ですか。そうです。元々が、はい、元々がこの干し椎茸を水に戻すとこういった形になりますので、うん、めっちゃうまいです。うまいですか。はい、ステーキステーキもう。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。いやー、よかったですね、椎茸。はい、宮崎県産干し椎茸1、調査してきたんですけど、楽しいし、お得だしっていうね、あのイベントがたくさんあったのでね、ぜひ皆さんも来ていただければなと思います。まあ、このイベント、今日もう15日なんですよ。だから、ちょっともう今年のイベントも終わりということなんで、はい、このイベント毎年やってます。来年もあるんでね、ぜひ皆さん、タイミングをね見計らって来ていただければなと思いますので、はい、ぜひお越しください。ということで今回の動画はこれで以上になります。皆さんいかがだったでしょうか。この動画もしいいと思ったらですね、チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、マッチョ帰れー。